はいどうも、熊さんです。え今日のニュースはこれ、えも胸が熱くなるようなニュースです。え尖閣海域にえ沖縄の地元漁船が2隻出漁するそうです。そこで漁をすることによって、ここは日本の領土であるということを世界に、世間に知らしめるそうです。すごいよね、すごいよね。あの、今、尖閣海域っていうのはもう何十日も連続して中国航船がね、航行してます。え徐々に徐々に、 その船を、ね、こう増やしていて、ね、ここは中国の領海であるということを一生懸命アピールしています、でもう無理にね <laughs> で海上保安庁が一生懸命それを食い止めてくれているんだけれども変な手の出し方をするともう攻撃をされかねないで、こちらから先に手を出すとそれを理由に攻撃されかねないそんな状況ギリギリの状況で海上保安庁が頑張ってくれています。はあまあ、でそこにねねねすごいよ、ね、もちろんん感動してゃってさ熊さん、ね <laughs> うん でそこに日本からも地元の漁師さんが俺たちが船を出すと言ってくれたみたいでそこに船を出して漁をすることによって世界中にここは日本の領海だということを、えー、アピールしてくれるそうですもうこれ命がけだと思います命がけだと思いますそしてこの放送を撮っているこの,この時間ね多分漁をしてると思うんですすごいよねすごいよね本当に、うん、まずちょっとこの記事読んでいきます、えー、尖閣海慶2隻出漁地元漁船巡視船が警護 八重山漁業所属の漁船2隻が20日夜尖閣諸島周辺海域へ向け出漁した赤町などを釣る予定周辺海域では中国高専の航行が続いており海上保安庁の巡視船が警護に当たることになりそうだ出漁したのは日本文化チャンネルさくらの桜丸と地元漁船エビ丸で乗組員はそれぞれ2人この日午後8時過ぎから海保の臨検を受け9時半ごろ出航した 海老、えー、丸に乗る砂川さんは出港前に取材に応じ尖閣周辺はいい漁場中国交戦は来ると思っているが心配はしていないと語った勇敢だよね、えー、20日に石垣島に戻る予定、えー、今日帰ってくるんだね無事に帰ってくるといいね、えー、日本文化チャンネル桜の水島社長は19日 YouTube で公開した動画で22日に石垣市議会で尖閣の 自明変更が行われる実効支配の大きな証明になるそれに合わせる形で石垣の海,ん中,2隻石垣の海ん中に2隻の船で尖閣に出かけてもらい漁業をやってもらうと意気込みを示したというような記事でございますいや胸が熱くなるよねああでこれを日本のマスコミまだ報じておりませんで報じるときんて報じるんですかねうん サンデーモーニングとかモーニングショーあたりでこう玉川さんとかがこういう暴挙をするからこういう暴挙をするから中国はもう怒ってどんどん事態が悪化していくんだとかもうそういうことばっかり言うんだろうねほんとひどいよねでそれでさこのこれこれこれ海上保安庁の人たちとこの漁船の男性の人らねどういう会話してるんだろうねこれから。 もうある意味命がけの場所、中国がガンガンやってきてて、自分たちの領土だってこう示している場所に、いや、日本のものですよとはっきり言いに行くわけです彼らは。いや、なんだこう、どんなか話しんだろうな、本当にねこ、うこう万が一、万が一撃たれちゃう、撃たれて亡くなってしまうとかね、あってはならないことだし、命がけでこれは守らなきゃいけないと思うんだけれども、万が一のことがあったら、それが自衛隊が出動してくれるいい理由になるんじゃないですか、はははとか言ってんのかな、もう。 もう涙が出るよね勇敢でいやあっと胸が打たれてしまいましたね本当だから何て言うんだろうこういうね勇敢な人たちがいるおかげで日本の領土っていうのは守られてるんだなとごくごくわずかの本当の真の勇気をね持っている人たちのおかげで僕たちの平和っていうのは成り立ってるんだなってちょっと強く感じてしまいましたうん。 多分これね、そのうちね、今日とか明日とかニュースになると思うんですよ、きっとねで。その時この人たち叩かれるかもしれないんですよ。で、ネット民である僕たちが守りましょう、本当に。なんかその、こういうことをやるから中国が怒るとか、そういう話じゃないんだよ。もうそこまでしないと、もう領土を守れないような状況になってるんですよ。で、自衛隊、なんか攻撃されたわけじゃないから、自衛隊もなかなか出ていけないし、あのこちらから手を出してしまうとね、向こうから… に攻撃をさせるいい理由になっているんです、なっちゃうんですよで。中国は絶対それを狙ってるんですよ。そうならないために攻撃はしないけれども、えー、領土は守らなければならない。もう体張るしかないんでしょうね。うん。体張るしかないんですよ。ついに民間人いやもう本当すごいよね。ダメだ泣きそうだ、うん。民間人が体を張って中国の攻勢を防いでくれていると。 いうニュースなわけですけど、いやー、もうね、ほんとね、なんだろうね、こういう人たちに、クマさんたちは何ができるんだろうね、本当に。いやー、はい、すみません、ちょっと、もちろん、だめだ、これ、言葉が続けられないのは、ほん当に命だけには気をつけて、無事帰ってきてください。い本当に、本当に無事帰ってきてください。もう、あなたたちは英雄だと思ってます。ね、すごいよ。 本当にすごいよ、うん、で何がね、僕ら一般人がね、こう何ができるのかっていうのをね、そろそろ本当に考え始めないといけない時期なのかもしれないですね、<laughs> 中国が暴挙に出てきたからといって、アメリカの、ね、海軍が守ってくれるかどうかって、また分かんないですからね、まずは日本人が、自衛隊が、日本人自らが、きっちりと守るっていう姿勢を見せないと、アメリカ軍も絶対に動いてくれないはずなんで。 うん、それをね、こういう人たちがこう身を張ってね、証明してくれてるんですよ。うん、ちょっとこれもう、このニュース見てね、もう胸が熱くなっちゃってね、急いで動画を作りました。うんはい、こんな感じでね、えー、とこれで、世間の人がまだ知らなくて、やっぱりこれは知ってもらわなければならないっていうような記事を見つけたときにはね、こんな感じで熊さん、どんどん動画を作っていきたいと思いますので、えー、もしよろしければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、では、熊さんの動画、終わります。えーね、ね、沖縄のね、 あのう民地の皆さん本当にありがとうございますすごいですあなたたちは本当にすごいですで解消法案庁の皆さん本当にあの気をつけてください何かが何かあったらきっとあなたたちは命を張ってね体を張って彼らを守るんでしょうねもうん、もうね勇敢だねすごいわはいもう無理だえー、本当に命だけには気をつけてくださいはいではクマさんの動画終わりますバイバイ。